1> 1分で学ぶ第一種電気工事士一問,一答問題送電線に関する記述として誤っているものは「イ」「275kV の送電線は一般に中性点非接地方式である」「ロ」「送電線は発電所・変電所特別高圧需要化等の間を連携している」「は」「経済性などの観点から架空送電線が広く採用されている」に「 架空送電線には一般に更新アルミ寄り線が使用されている。誤っているのは、い、こちらになります。275kV の送電線は一般的に中性点直接設置方式になります。送電線の中性点設置方式というのは、電圧が高くなればなるほど設置点の抵抗値が低くなって、275や50万では直接設置になります。非設置方式は 6.6kV の配電線なので覚えておきましょう。